アブル・ファラジュ・著、歌の書、サシエ・アブル・ファラジュ・イスファハーニーは、ムスリムの学者、アブル・ファラジュとも呼ばれる。中世イスラーム世界で活躍し、大著、歌の書で知られる。ウマイヤ朝最後のカリフである、マルワーン2世の家系にあたる。先祖は、アッバース家の攻撃を逃れて、イラクのブワイフ家の保護を受け、アブル・ファラジュは、イスファハーンに生まれた。やがて、 音楽家のイブラーヒーム・マウシリーがまとめた百首の詩と楽譜をもとにして古代からアッバース朝に至るアラブ人の詩歌の伝記修正を編纂する。これが歌の書であり、詩、アラブ音楽、詩人、音楽家を中心とした逸話や風俗が盛り込まれた百科全書的な内容で21巻のタイとなった。歌の書の執筆には50年を要し、完成した際には ハムダーン朝の財布、アッタウラに献上された。財布、アッタウラは彼に、金貨千枚を与え、それでも足りないと考えて詫びた。アンダルスのハカム二世もこれを欲し、金貨千枚をアブルファラジュに送って、写本を入手しようとした。ブワイフ家の最小だったイスマーイルビン・アッバードは、三十頭のラクダで書物を運ぶのを常としていたが、 歌の書を手に入れてからはこれのみで済ませたという。イブンハルドゥーンは歴史序説においてこの書をアラブ人の文書庫として称賛している。AB この記事にはアメリカ合衆国内で著作権が消滅した次の百科事典本文を含むチザム・ヒュー・エド・アバルフラジ・インスイクロープディア・ブリタニカ1ケンブリッジ・ユニバーシティ・プレス・サワ・ SG ザステータスアンドロールズオブザセキュラーミュージシャンズインザキータアーブアルアガニオブアブアルフェラーチアル、イスバーホニーアジアンミュージック十七六十八八十二ドイ十点二三零七八十三万三千七百四十一ジェスター八十三万三千七百四十一 https://jstor.org コロンススララッッシシュュスラッシュテーブルスラッシュ833741ありがとうございます。